イーサタイプはイーサネットフレームの中にあるニョクテットのフィールドでありフレームのペイロードにカプセル化されているプロトコルを示すのに使用されるこのフィールドはイーサネットフレームのサイズを示すのにも使用される場合があるイーサタイプは最初にイーサネット2の規格で定義され後に IEE802.3 規格に適用したこのフィールドは 受信側でペイロードを引き渡すプロトコルを決定するためにデータリンク層によって使用されるイーサタイプフィールドを含むイーサネットフレーム下部の各スロットはオクテットを示すイーサタイプは2オクテット長であるイーサネットの現在の実装ではイーサタイプを記述するために使用されるイーサネットフレーム内のフィールドはイーサネットフレームのペイロード長を表すためにも使用できる 歴史的にはイーサネットセグメントで使用されていたイーサネットフレーミングの種類によっては両方の解釈が同時に有効であり曖昧さが生じる可能性があったイーサネット2ではこのフィールドはイーサタイプを表すとみなし元の IEE802.3 ではバイト単位のペイロード帳を表すとものとしたイーサネット2と IE802.3、e、を 同じイーサネットセグメントで使用できるようにするために、イーサタイプ値を1536以上とする、統一規格 IE802.3x-1997 e X が導入された。この値は、802.3のフレームのデータフィールドの最大長が1500バイトであることから選ばれた。したがって、このフィールドが1500以下であれば、 そのフィールドがイーサネットフレームのペイロード帳として使用されることを示し1536以上であればこのフィールドがイーサタイプを表すということを示す1501から1535までの値の解釈は未定義であるフレームの終わりはキャリアの損失または物理層の特別なシンボルやシーケンスによって通知されるのでフレーム長を イーサネットフレームにおいて明示的な値として符号化する必要は必ずしもない。ただし、イーサネットフレームの最小ペイロードは46バイトなので、イーサタイプを使用するプロトコルでは、フレームの受信者がそのプロトコルのパケット帳を判断する必要がある場合、独自のパケット帳のフィールドを含める必要がある。802.19ビランタグを イーサネット2フレームに挿入した様子。トピットイーサタイプの値は 0x8100 である。キンクでは様々なイーサタイプ値を使用することで2オクテット、トピットを含む別の4オクテットタグが加えられる。IEE802.19、e、によるタグ付きフレームの場合、イーサタイプ値として 0x8100 を使用する。これはタグ付きフレームであることを示す。 識別紙でトピッドという。その後に16ビットの TCP が続き、その後にカプセル化されたパケットのプロトコルを示す e ーサタイプが続く。IEE802.1、e、アドではさらにネストされた e ーサタイプとティッシュのペアでこのタグ付けを拡張する。非標準ジャンボフレームのペイロード帳は e ーサタイプで使用される範囲内であり、 そのようなフレーム帳を示すために使用することはできない。この矛盾を解決するため、イーサタイプフィールドに特別なイーサタイプチレイ X8870 を入れる方法が提案された。しかし、この草案は受け入れられず破棄されている。当時の IEE802.3 議長のジェフ・トンプソンは IE802.3、e、の正式な立場と、 その立場の裏にある理由を解説した回答を草案の執筆者に示した。草案の執筆者も議長の手紙に回答したが、その後の IEE802.3 からの回答は記録されていない。この草案は廃止されたが、シスコセールータのイズイズ実装で使用されている。IEE802、e、シリーズの企画の登場により、IEE802.2LLC、e、減ったと、 組み合わされたサブネットワークアクセスプロトコルヘッダーがイーサネット以外の IEE802 ネットワーク用並びに FD など IEE802.2LLC、e、ヘッダーを使用する非 IEE ネットワークのペイロードのイーサタイプを送信するために使用される。ただしイーサネットの場合イーサネット2フレーミングはまだ使用されている。イーサタイプは IEEE、e、登録局によって割り当てられる。ESA タイプのよく知られた用途のすべてが IEEE、e、の ESA タイプ値のリストに記録されているわけではない。例えば ESA タイプ 0X0806 は IEEE、e、の一覧にシンボリックス、インク、プロトコルアンアベイラブルとしてのみ表示される。しかしながら IEEE、e、登録局は 0X0806 を含むすべての認められた。 イーサタイプをリストする。以下に、プロトコルのイーサタイプ値をいくつか示す。これは、すべてのイーサタイプ値を網羅したものではない。ありがとうございます。